ムンジュイックの丘から見たスペイン広場カタルーニャ美術館はスペインのバルセロナにある国立美術館。略称はマナック。中世から20世紀までのカタルーニャ美術を中心としたコレクションで知られている。1934年、ムンジュイックの丘の上にある国立宮殿内に旧カタルーニャ美術館が設立された。1936年には スペイン内戦の混乱を避けるため、コレクションは一時疎開、フランスのパリなどに送られた。第二次世界大戦後に旧カタルーニャ美術館が再オープンし、シュータデラアルセナルに旧近代美術館が開館した。1990年、それまでの旧カタルーニャ美術館のロマネスク美術、ゴシック美術、バロック美術のコレクションと、 旧近代美術館の19世紀及び20世紀美術のコレクション、この他素描、版画、濃いメダルのコレクションなどを統合し、美術史図書館も含めたスペイン国立の美術館とすることが決定した。同時に、オルセイ美術館改修などで知られる建築家ガイアウエンティラの設計による大規模改修工事も開始された。1992年にはバルセロナオリンピックに合わせて、 大ドーム部分がオープンした。1996年には写真のコレクションも追加された。改修はその後も続けられ、2004年に美術館の建物の修復及びすべてのコレクションの移転が終了。12月16日に再オープンし、式典にはスペイン国王夫妻が出席した。ロマネスク美術、ゴシック美術、近代美術については、 カタルーニャの美術を中心に展示している。ロマネスク美術には、カタルーニャ地方及びアンドラ公国のロマネスク教会にあった壁画群を移設したものがある。ルネサンス美術及びバロック美術のセクションには、スペインやイタリア、フランドル絵画のコレクションがある。マドリードのティッセン・ボルネミスサ美術館の所蔵品も一部展示されている。カタルーニャ美術館には3つの文館がある。 ありがとうございます。